皆さんこんにちは。今日はねちょっと作業の方しに来たんですが、今日はねちょっとこちら新しいものをいただきましたので、ちょっとこれを使いながらね、ちょっと作業の方していこうと思います。でこれ何かと言いますと、ネッククーラーです。で私去年もね、ちょっと何点かねネックファンの方をね、ちょっとレビューさせてもらったんですが、今回はねまたちょっと違ったやつですね。ネッククーラーということで、もう前回のあのファンだけのものとはねもう格が違うものになります。で今回ね2024年新商品ということで、このアイスライトっていうのかな、これをね、いただきましたので、ちょっと使ってみたいと思います。ウェアラブルスマートエアコンディショナーということで、エアコンディショナー、はい、エアコンです。いやこれはねちょっと期待できそうです。ちょっとね去年もねネックファンの依頼がね何件か来てたんですが、全てね同じようなものなのでね結構ねお断りしてた場合もあるんですが、今回はねちょっとこれはまた別物になります。かなりねちょっと高級な部類になるかなと思います。一応金額もねちょっとそれなりに高いんですが、まあこういったものがね、通常のネックファンとかああいうものに比べてどんな感じで違うのかっていうのをねちょっと実際に使ってみたかったので、まあこれを使ってみてね皆さんの参考になっていただければいいかなと思います。はい、じゃあちょっとね開封してみます。はい、これですね。じゃじゃーんと来ました。これです。はい、ランブアイスって読むのかな。はい、これねアイスマックスってやつですね。これ新商品になります。でこれがね去年もねこれと同じようなのもうさらにねちょっと高いやつが出てたんですが、今回はねアイスライトということで、ちょっとね廉価版になるのかな去年のね。ただこれ新商品になりますので、これの方をね今回新しくねいただきましたので、ちょっと見ていきます。はい、まずねこの首の調整、ここねなんかシリコンみたいな感じで、こう綺麗にね曲がるようになってますんで、首の調整はね、簡単にできます。はい、でこれなんとね、はい、わかりますかね、これ液晶画面が出るんですね。はい、上からね、はい、風がこんな感じで出てます。はい、じゃあちょっと機能の方ね見ていきたいと思います。はい、まずね付属物なんですが、これ一つだけです。本体とねこのアクセサリーボックスって書いてありますが、これはね充電用の、USB Type-C のね充電ケーブル、これだけになります。であとねこの安全ガイドラインってやつね、取扱説明書ではなかったです。はい、日常の手入れとかね、こういう風に拭き取ってくださいとかね、まあそういったものが書いてあります。で、取扱説明書探したんですがないですので、これね Amazon の商品ページの方にね詳しく説明が載ってますので、まあ、それで大体は把握できると思うんですが、あともう一つねこの操作ガイド、これがあります。まあ、ちょっと簡単な操作ガイドですね。はい、でこの電源のねオンオフボタン、短く押すとオンオフできますよとかね、長押しするとモード切り替えという風に、ね、なります。でこれにね、表示ランプが、点灯の色がね違いますんで、それでねスマートモード、あと冷却と、自然風モードとね暖房モードという風にありますので、まあ、これでね、表示の方を切り替えして、モード切り替えということですね、ということができます。はい、でこれ一番簡単なのはスマホにねアプリを入れれますので、そのアプリを見てみたいと思います。はい、これですね。はい、じゃあ本体の電源を入れて、ちょっとペアリングを待ちます。はい、ペアリングされました。ということで今ねこんな感じで出ます。で、周囲温度今24度で、実際のね今外気温ね24度ぐらいです。そんなに暑くないんですが、ちょっとね蒸し暑い感じですかね。でこういう日にもう作業とかすると、今日今からねちょっと草刈りをしようと思うんですが、まずね多分すぐ汗かいてくるぐらいの、まあ、気温になります。ただそこまでね猛暑ではないです。でこれで温度調整ができます。はい、でそうすると今音が鳴ってるんですが、はい、こんな感じで音が鳴ります。でファンの強さとかね、この温度調整っていうのができます。これすごいです。でモードがね下にございます。こんな感じでね、はい、モードがあります。で冷却モード、これ強制冷却ですね、もう16度で、強制冷却、まあ、これもね、温度調整、あとこの風量調整っていうのができます。はい、あとねこれなんといってもね暖房がついてるんですよ。
これはね、ちょっと後で見てみます。あと自然風。これはね、おそらく普通の、ネックファンと同じね、ただのファンを回すだけになると思います。で、ちょっとね、飛ばして静音タイプ。で、静音タイプはね、ちょっと周りに人がいる時とかね、静かにしたい場合に使うモードですね。ということはね、多分風の風量がちっちゃくなるのかな。おそらくね、風量がね、少なくなると思います。はい。で、あとこのオンシップモードっていうのもあって、これがね、つけると、首の周りがね、ちょっと暖かくなって、ちょっとオンシップみたいなね、そういった機能もついてます。はい。あと、冷却優先。これもう強制冷却ですね。もう風量マックスの、風速マックスと。まあ、これ1個ボタンを押しちゃえばすぐにできるというふうになります。あと、この省電力優先は、まあ、これはね、ちょっとね、あんまりわかんないんですが、まあ、おそらくちょっと消費を抑えてね、省電力モードにするものだと思います。はい。今、かなり全開に回ってます。風量下げます。で、あとはね、残るのがこの AI ですね。はい。この AI がね、ものすごいんですね。で、通常の、ネックファンとかにはもちろんついてないんですが、こういったちょっとね、今回はアイスライトってやつですね。で、こういう、まあ、比較的3万円台とかね、2万円台ぐらいするような、このネッククーラーにはね、最近こう AI が搭載されてます。で、周囲温度を感知して、目標の温度に勝手に合わせてくれると。こういったモードがついております。まあ、多分ね、これで十分かなと思います。ので、今周囲温度がね、24度で、20度の設定にします。はい、そうするとどうなるかっていうと、ファンがね、今自動調整されてます。はい。で、まずね、すごいのがね、ここ。はい。ここね、色変わってますよね。ここはね、めちゃくちゃ冷たいです。はい。もう冷蔵庫並みに、もうキンキンに冷えてます。これが違うんですね。ネックファンとネッククーラーの違いはここです。はい。めちゃくちゃ冷えてます。これを首に下げるとめちゃくちゃ冷えます。試しにね、使ってみたんですが、もうほんと冷たくなるぐらいの、かなり冷たい状態になってます。はい。はい。で、ここにね、乗ってますね。はい。はい。このね、ペルチェ素子っていうのを使用した冷却プレートで、首筋を冷やすと。体感温度マイナス17度というふうになっております。で、これがね、アイスマックスっていう、まあ、冷却技術を、まあ、使用したね、この半導体が入った、半導体チップの冷却プレートというふうになっております。ので、ここはね、普通です。ここ。この色変わってメタリックになっている部分。ここはね、めちゃくちゃ冷たいんですよ。はい。ちょっと試しに首につけてみます。はい。今ね、ちょっと試しにつけてみたんですが、これめちゃくちゃ冷たいです。ここが。で、この前ね、試しにちょっと開けてみた際に、オンシップモードとかね、こう暖房モードっていうのをやってみたんですが、これもね、かなりすごいです。はい。このね、暖房とかね、このオンシップモード、これね、結構気持ちいいんですよ。で、どういう時にやるのかな？まあ冬とか、まあ寒い時にはもちろんなんですが、普通にね、お風呂上がりとか、まあそういった時にね、こうオンシップモードとかすると、かなり首周りがね、暖かくなって気持ちいいです。うん、これはね、結構すごかったです。冷却と暖房両方ができる、このアイスマックスライトですね。このアイスライトですね。はい。という風になります。これはね、結構使い勝手がいいと思います。じゃあ今日はね、ちょっとこの AI モード、これを使って、20度設定にします。今からね、ちょっと実際に、刈り払い機を使用して草刈りをしていこうと思います。はい、じゃあね、今からちょっとね、草刈りをするのはこのエリアですね。はい。で、このね、物置から、この右側のね、このちょっと一段高くなってるこのエリア。前回ね、去年笹刈りしましたね、ここね。うん。で、まあ、いらない木とか、細い、雑木とかね、全部切って綺麗にした場所なんですが、今ね、もう6月入りまして、かなり草が繁殖してきてます。ので、ちょっとね、ここら辺ぐらいまでかな。うん。まあ、こっちはね、ちょっと後ほどやるんですが、ここら辺ね、ちょっと綺麗にしていこうと思います。あとあとちょっとね、その空いてる場所にね、ちょっと使う予定がありますんで、この結構ね、草が、もう笹もね、こう生えてきてますしね。一回ね、笹刈りしてますので、そこまでのね、密集な笹はないんですが、でも草はね、結構、あ、足がはまった。
伸びてきてますんで、これをちょっとね草刈りしていきます。で今3時なのでそこまでね猛暑ではないです、もちろん。で24度なので、通常にやってるとまあ汗はかいてくるレベルですね。はい、なのでちょっとこれでね今回先ほどの、アイスライトを使って、まあ、どれぐらいのね冷却効率、あとどれぐらいのこう快適さがあるのかっていうのをね実際に作業して使ってみたいと思います。じゃあちょっとね草刈り機準備して作業していきます。はい、じゃあ今ね、準備できましたので作業していきます。今ネックファンね、ネッククーラーつけてますが、ものすごいひんやりしてます。で実際に作業してねこう体温が上がってきた時に、まあ、どれぐらいこう汗の抑制とかね、まあ、そういったのができるか見ていきたいと思います。じゃあ早速ねここを刈っていきます。はい、今ねちょっとやってみたんですが、もう結構ね今暑いですので、ちょっと温度、風量ねちょっと上げます。あえて温度ね20度からちょっと18度ぐらいまで、下げたいと思います。今ねこんな感じで調整しましたんで、これでもうちょっと頑張ってやっていきます。はい、今ね、結構体温上がってきました。もう暑いです。多分おそらくね、背中の方は若干汗かいてるかなぐらいですね。はい、16度、マックス、風量マックスね、これでやっていきます。
はい、今ねようやくこのエリアね終わりました。いやー暑いです。さすがに暑い、汗はねかいてます。で、こういう前回ねこの辺に巻きついてたツルとか全部買ったんですが、またねこう巻きついてますんで、こう下刈りって言ってね、またこう植栽した木をね守るためにこのツルもね全部買って、取ってやります。あとねツルで引っ張られて、木がね弱ってしまいますんで、こういうのはねちょっと手作業で取ってやります。まだねこういう薄い、細いねツルなんでね、そこまではねなんですが、今ちょっとツルにね引っ張られても曲がってたやつをね、一本、切りました。これヒノキだね、ヒノキなんか前の地主さんが多分植えたんでしょうねきっと。こういうツルはね、完全に取ってやります。はい、もうね巻きついてますんでね。でもね前回去年だったね、去年にここを笹刈りした時は、かなりね日が当たりましたんで緑がね結構強くなったんです、このヒノキのね、ただねちょっとまた、ちょっと日当たりがね、横が隣の土地がもう鬱蒼としてるんで、かなり日当たりがねまた悪くなってきたんでね、去年の秋頃はね結構バンバン当たってよかったんですがね、今はもうちょっと日陰になってきたんで、またあまりちょっとね生育が良くないです。まあこれ別に育てる理由はないんですがね、まあ一応ね前の人が多分植えたんでしょうから、ひとまずは、守っててあげようかなと思います。はい、こんな感じですね。そのうちね隣も結構もうささとね、ツルでジャングルになってますんでね、まあ除伐っていうのがね、そういうのを、灌木とかねいろいろ切って明るくしてあげてもいいんですが、隣の地主さんからはね、もう好きにやってくださいということで許可をもらってるんですがね、なかなかそっちまで手はつけれない状況です。はい、今こんな感じ、タラの芽が、ものすごい大きくなってます。で今買ったのはね、こんな感じですね。はい、前回ささがりでささがり場を使ってねやったんですがね、今回はね、ちょっともう多少ゴミとかね、あとこのコンクリートの擁壁、あと向こうのね擁壁の方には鉄筋がこうぴょんぴょん出てますんでね、なんで今回はね普通のチップソーでやりました。はい、こんな感じで、結構ね、綺麗に枯れたと思います。はい、いかがだったでしょうか。今ねちょっと外したらねこういう風にもう、霜汗なのかねこう冷たいからなのかわかんないけども、まあでも冷たい液体なのでね、こういう風に霜っていうかねおります。はい、まあそれほどキンキンに冷やしてくれます。で汗かくかかかないかというと、かきます。今結構頭もねヘルメットかぶってるんでね、まあびっしょりまではいかないですけども、結構汗かいてます、背中とかね。ただね首は気持ちいい、あの首から上っていうのかなは気持ちいいです。ここにね送風口ここら辺かなありますんでね、ここから上に冷たい風と、あとここのね、ペルティエ素子のねこの半導体冷却プレート、これがね密着してれば、結構冷たくなります。で作業中にね、ちょっとたまに気を使ってこうキュッとね締めてあげて、ここの接触面積をね、首に対するね、接触面積を増やしてあげると結構ね冷たくは感じます。はい、なので、まあ、この金額でね、この作業内容にもよりますけれども、こういうハードな作業、屋外の作業はね、もちろんこう汗かかないでね余裕でできるかというとそういうわけではないんですが、通常の家の庭いじりとかね、こうちょっとした作業とか、あと室内でこう事務作業をするときとかねはね多分これ相当強いと思います。あのネックファンとはね全く別物です。ネッククーラーになりますんでね。はい、ということでね、今日はこの、ランブのね、エースライト、これを使って、ちょっと草刈りの方をね、してみました。まあ、結果としてね、おすすめできるかできないか、これね使用用途によるのでねはっきり言えないんですが、あの通常は草刈りとかするときは多分こういうのあんまりつけないと思います。あればつけると思うんですが、木を切ったりとかこういう草を刈ったりする場面ではねなかなか使わないんですけれども、ないよりはだいぶマシです。で通常の作業の方は多分これあれば十分、満足できるかなというレベルかなと思います。はい、
あとこちらのね商品のリンクはね、概要欄の方に貼り付けしておきますので、まあ、よろしければ見ていただければと思います。色もねこれブルーです。ブルーと白があります。ブルーの方ちょっと高いんですが、今回ブルーの方ね選択させていただきました。めちゃくちゃかっこいいです。高級感もあります。でバッテリーのね持ちが何といってもいいらしいのでね、はい、まあ、こちらねちょっと今日は使って、作業の方してみました。またね、次回以降、いろんな作業ね、あと草刈りと、若干ねこう木の処分とかもありますんでね、まあ、そういった作業の方ね、できれば撮影の方していきたいと思いますので、引き続きご覧いただければと思います。ありがとうございました。